どうも山田です。耳垢って実はそんなに取らなくていいんだよっていうのを知っていてもやっぱり耳かきやっちゃう方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あるじゃないですか、あのね、僕耳かきがね好きなんですよ。やっぱさ、いろんな種類の耳かきがあるじゃないですか。ああいうの試すのも好きだし、あの綿棒とかでさ、こうクリクリってやるのも好きなんですけれども、なんか基本的には人体ってあの耳垢っていうのは勝手に出てくるようになってるし、中を健康に保つために出てるものだからあんま取っちゃいけないっていうのをね、まあ、あの聞いてはいるんですけどね。でもやっぱちょっとこの作業好きすぎてやめらんないんですよね。よかったらみんなもやっちゃいけないのにやめらんないみたいなやつがあったらコメント欄で教えてください。はい、ということでですね、今回も面白いイベントの発表来ましたね。だから思ったより早かったんですけども、なんか知恵のヒーローイベントって書いてあるんですけども、こちら公式がなんか事前に言ってたやつだと、なんかミスティックなんちゃらみたいな、イベントになるよっていう、そういう感じだったんですけども、こちらの詳細ですよね。まあ、あの来週スタートのイベント発表されたんですが、なんとですね、このイベントが始まって何の、ポケモンが野生で湧いてくるのかっていうのは今回ですね言われていないんですけども、めちゃくちゃおもろいボーナスが今回発生するんですよ。でまあこれをね有効活用するためにね、まあちょっと事前にやっておくべきこと、はい、この辺まあ一応お話できるかなということで、イベント詳細をねちょっとお話ししつつね、まあ今からできる準備見ていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、ということで知恵のヒーローイベント、この知恵ってさ、なんかあの左のうちちょっと難しい方だよね。普通ってなんかあのこの火がこう下に火ついてこない側の知恵じゃなかったっけ。まあ、とりあえず中身見ていきましょうか。こちらのイベントなんですけれども、はい、4月の13日から始まります。ちょっと短いですね。4月の13から17ということで、木、金、土、日、月と、はい、いうことで、5日間ですね。5日間開催のイベントです。イベントに合わせてブランシェモチーフをつけたラプラスが登場する、リサーチがありますよ、ということで、まあ、このラプラスのこの頭ですよね、の部分のことを指しているんだと思います。ということで、まあ、ラプラスが確定でもらえるっていうのは、まあ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 、初心者とか、復帰勢の方からすると、お得かなと。耐久も高くてね、優秀なね、氷技とか使えますし、まあ、ラプラス未だに強いですよね。ロケット団とかがさ、ラプラス出してくるとさ、結構大変なんですよね。で、こちらのイベントなんですけれども、内容ですよね、基本的にボーナスになります。なんか特定の色違いがね、実装されるとか、なんか特定のタイプがピックアップされて野生で出てくるとか、そういうのがですね、今んところわからないのかな。ちょっと見ていきましょうか。イベントボーナスとスペシャルリサーチと限定フィールドリサーチとタイムチャレンジということで、まあ、タスクですよね、とかは一応出てくるので、その中身がすごい気になりますけれども、じゃあイベントボーナス見ていきましょうか。まずですね、ポケモン進化時の XP が2倍。まあまあ、これはなんかスポットライトアワーとかでもあるやつなので、まあまあそんなにって感じなんですけど、この2つ目と3つ目がね、びっくりしましたね。はい。2つ目、ポケモン進化時にアメ XL を必ず2個獲得できるんです。ちょっと新しいよね。はい。つまりですね、じゃあポッポを、じゃあピジョンに進化させたら、まあ、ポッポの XL のアメが2個もらえて、で、ピジョンからピジョットに進化させたら、さらに2個もらえると。基本的に XL のアメをですね、まあ、捕獲とか、まあ、レイド参加時のボーナスとか以外で入手しようとするとですね、アメ100個を、こう、なんか置き換える形になるんですよ。なので、通常だと、このアメ XL って、200個のアメですよね。200個のアメから、こう、まあ、生成することができるわけですよね。それが、まあ、ポケモンにもよりますけど、25とか50とか、もうそれくらいのアメの消費で2個もらえるということで、これ結構破格なんじゃないかなというふうに思いました。で、すべてのルアー効果が3時間持続ということで、これ、まあ、いわゆる普通のルアーだけじゃないんですよね。まあ、コミュニティデイ
ありますよね。あれと、まあ、同じ感じのボーナスってことですよね。ただ、まあ、モジュールのみなので、お香は対象になりませんし、残念ながら黄金ドアを除くと、いうことらしいです。これが乗ってくれたら激アツ、激アツだったんですけどね。黄金ルアー、コレクレイのね、メダル、てかコインか。あれね、いっぱい集めたいからね、なんか一回ぐらいね、そういう黄金ルアーも持続時間長いよ、みたいな、そういうイベントやってほしいですけどね。まあ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 。つまりですね、これ、ルアーモジュールの、その効果時間伸ばして、その分ポケモンいっぱい取りやすくするから、そんな、ポケモンたちは進化させてアメ XL 獲得してくださいね、みたいな、そういう構図にどうやらなってるみたいですね。ただ、先ほども言った通り、こちらのイベントで何のポケモンピックアップされるのかっていうのが残念ながらまだちょっとわからないので、何を目当てに取ればいいんだろうっていうのがわからない。まあ、その点はまあしょうがないかな。まあ、イベント始まればわかりますからね。そしてですね、スペシャルリサーチとして、さっきのブランシェモチーフのラプラス。はい、こいつが出てきますよ、とのことです。で、シーズン中はこの報酬でのみ出会うことができるので、この、ブランシェモチーフラプラス自体をこういっぱいこう獲得っていう感じではないみたいですね。スペシャルリサーチということで、通常のね、ポケストップから入手できるタスクとかでは、まあ、出てこない感じなんだと思われます。あとは限定フィールドリサーチとして、星の砂や進化に必要な道具、この辺も出てきますよってことなので、進化に道具をこう用いるようなポケモンが、まあ、野生で出やすくなるのかなっていう、まあ、推測の域は出ませんけども。ね、なんかそんな感じがしますよね。あとタイムチャレンジとしてマグネットルアーですね。はい、こちらが入手できますよと、報酬として手に入りますよとのことでございます。はい。ということで、まあ、イベント内容としてはこんな感じなので、まあ、期間も短いので、まあ、結構軽めの、はい、イベントになっているんですが、まあ、もう今からですね、これやるべきこと、まあ、皆さん、つい先日ですよね、ボックスの上限引き上がったじゃないですか。アイテムボックスとポケモンのボックス両方ともですね、まあ、ポケコインを200使うことで、所持上限が増えるというのがこの前あったんですけれども、一回これ引き上げた方が良さそうです。まあ、もちろんフルでね、やるっていうのは、まあ、そのポケコインにゆとりがある方だけでいいと思うんですけれども、ゆとりを持っておいて、ちょっとでもポケモンを多くストックしておきましょう。なぜかっていうと、まあ、この期間中ですよね、に、そのポケモンを進化させた上でボックス整理っていうのが、まあ、その XL 効率っていうのがやっぱ良くなるわけですよね。なのでちょっと13日まではほんとまあこいつは XL もうパンパンにあるし、まあ、いらないかなみたいな、そういうポケモンを送ったりとか、あとはまあ伝説のポケモンですよね。ああいうのって基本的には進化、なかったりしますので、なのでそういうポケモンはですね、このイベントのボーナスには乗っかってこないので、まあそこには使わなくていいのかな、まあもう事前に送っちゃっていいのかなって感じですね。まあ、1回2回進化できて、かつ進化の飴が少ないようなポケモンっていうのはですね、逆にここは XL の稼ぎ時という風に言えますので、ちょっと確保しておきましょう。さっき例でね、ポッポの話出しましたけど、ポッポとかね、その進化時の飴少ない側のポケモンなので、他にもいっぱいいますね、2段階進化のやつだとね。そういったポケモンはちょっと今回、13日から17の間にですね、進化ガンガンとしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとは、ちょっとXL ですよね。をためにくいポケモンってやっぱいるわけですよ。入手機会が少ないポケモンとかだと、例えば12キロ卵から生まれてくるポケモンとか、ああいうのってまあ生まれた時にもね XL を出してくれたりねするんですけれども、まあ野生での捕獲がないので、そこで、こう飴集めることができないので、まあ例えば個体値微妙だなみたいな、なんか小股なとかね、ああいったポケモンの XL っていうのを今回はちょっとストックするっていう意味でね、一回進化させちゃうっていうのはいいのかなーなんて個人的には思いますね。はい、ということで、こちらのイベントが始まる前にボックス整理っていうのはですね、ちょっと
と、何を送るのかっていうのを選んでおいた方がいいと思います。進化できないポケモンですよね、っていうのを優先的にやっていきましょう。はい、ということで、いやー、黄金ルアー対象に入れてほしかったなー。まあ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 言ってもしょうがないか。はい、でまあルアーモジュールの効果時間が長い上に週末挟むんですよね、なので土日ですねのポケ活はちょっとポケストップが多いところをですね、こう意識的に、狙っていくことで、もしかしたらポケ活すごい効率的にやるかもしれませんので、このイベントをまたぐ週末ですよね、まあうまいこと立ち回っていきましょう。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。